太平洋に面する取水放水口。ここから205メートル内陸側の地下空間まで、幹路が伸びており、そこに水車と発電機が設置されている。上部調整地は、水車よりさらに約300メートル内陸側にあり、この写真には写っていない。沖縄やんばる海水用水発電所は、沖縄県国上郡国上村にある、電源開発の水力発電所。 世界初の海水用水発電所で最大出力は3万キロワット。売電価格が商業ベースに乗らず2016年7月19日付で沖縄電力への売電交渉が不調に終わり廃止された。この発電所は太平洋を下池、人口の上部調整地を上池として海水を利用した巡洋水発電を行う世界初の施設。 水圧管路、水車、発電機はすべて地下に設置されている。有効落差は136メートル、最大流量は26立方メートル毎秒である。この発電所の最大出力3万キロワットは、2009年8月3日に記録された沖縄本島の最大電力140万9000キロワットの約2.1%である。調整値を満水にすると、 3万キロワットの出力を6時間、継続できた。沖縄本島の東海岸から約600メートル、標高約150メートルの台地の上に、上部調整地が作られた。調整地は、最大幅252メートル、深さ25メートルの八角形状で、有効貯水量は56万4千立方メートルであった。海水が漏出するのを防ぐため、調整地は、 ゴムシートで覆われた。調整地には、海水魚が生息していた。調整地の底と水車とを結ぶ、水圧管路には、海水に腐食されにくく、また、海生生物が付着しにくい、FRP 管が使用された。水車は、海水による腐食に強いオーステナイト系、ステンレス構成が用いられた。 発電所と国神郡大喜見村にある沖縄電力応募変電所との間は延長約 18km の送電線で結ばれており火力発電所の夜間余剰電力を使用して用水が行われていた資源エネルギー庁の委託を受けて電源開発が1990年3月から建設着工された1999年3月16日から 実証試験運転開始。発電所の建設について、電源開発は平成11年度の土木学会技術賞を受賞している。建設費320億円は国が負担した。5年間の実証試験運転の後、2004年より電源開発が発電運転を行った。沖縄電力は電源開発と2014年までの契約を結び、 海水揚力発電の緊急事態用能力など、研究データを収集していたが、沖縄電力側にとっては、投資設がなくなっても、電力需給には影響はなく、また、日中の売電価格の商業ベースに乗せられる価格にはならず。沖縄電力との契約は2016年7月で、打ち切りとなった。施設は2014年に、国から、 電源開発に払い下げられていたが、電源開発は施設の廃止を決定した。2019年には解体工事が始まっているが、地下150メートルに設置された発電所の解体中に作業員2名が物資の下敷きとなって死亡する事故が起きている。ABC 大本和弘、現場を訪ねて沖縄海水用水建設所自然に優しく土と基礎。 ハット ABCDEFGHI 国神村の、揚水発電所廃止電源開発、世界初の海水利用施設沖電への、バイデン交渉部長琉球新報2016年7月26日同日、閲覧 ABCDEF 渋谷陽子、石村陽介、学生が行く、今月の土木日本一第四回世界初の、海水揚水発電所沖縄やンバル、 海水用水発電所土木学会誌最大電力の記録を更新ハット ABC 沖縄ヤンバル海水用水発電所の実証試験運転開始について沖縄ヤンバル海水用水発電所の建設の土木学会技術賞の受賞について350キロのケーブル落下で作業員二人が 死亡海水溶水発電所の解体作業中に、琉球新報2019年11月28日18時11分2019年11月29日、閲覧。ありがとうございます。